ニートランルーム部長の中村愛香です。はい、 NGT48 ランルーム副部長の大塚菜奈美です。はい、 NGT48 ランルーム部員のマッシーことマシモカホです。はい、新入部員の小宮雅良です。はい、新入部員の富永優です。いやー、明けましたね。はい、そうですね、明けましたね。2021年でいらっしゃるんだ。ラーメン部どうした、なんて牛年ですね。今日は簡単に今年の抱負、新年の抱負をね、はい、みんなに聞いていこうかな。おーい、早速副部長いいですか。はい、はい、今年はですね、このラーメン部の活動をより充実させるために副部長として部長のサポートだったりをもっと頑張っていきたいなって思います。今年もよろしくお願いします。よっ、副部長頑張れ。大丈夫か。今日はね、1月1日金曜日で、もうすごいいいタイミングじゃないですか。そうね、まあ、の YouTube が上がるって、なのでもうこれはラーメン部の年になるのではないかなと思うので、なるなるよ、なる、はい、で、あの新入部員のね、サラとユウをね、ちゃんとラーメン部で楽しく活動できるように2人ともサポートしつつ、ラーメン部の1年になるように私も全力で頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあサラ。はい、私は先輩のラーメン部の先輩の皆さんにいろいろ教わりながら、私もラーメン部として皆さんと一緒に楽しんで活動できるように頑張ります。お願いします。はい、私もまだ新入部員で加入させていただいてから全然日が経ってないんですけど、まだあの NGT48 のラーメン部っていうのが多分まだ定着してないと思うので、うん、ファンの方に、のそうですね、うん、先輩方のようにちょっと定着できるようにもっともっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。すごい。聞いてましたか、サラちゃんは。はい、すごくなんかやっぱり同じ新入部員として尊敬します。こんな感じ、やる気はね、みんなそうです。ランルームの年にできるように頑張っていきたいと思います。ということで、次回の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、 Twitter、Instagram のフォロー、よろしくお願いします。牛です。なんだったの最後、落ち着き動くね。